水素チャンネルニュース第129回2021年11月21日号この番組は水素エネルギーに関するニュースをお伝えするラジオ番組です。お聞きいただきましてありがとうございます。アナウンサーの新浜メチスです。 今回は、およそ2021年11月6日から11月21日までのニュース、記事35本です。では、スタートです。次の2本の記事は、同じニュースです。記事ナンバー1番、11月13日の乗り物ニュース。やります。水素エンジン船。世界に先駆け実践での実証運行に基本合意。商船密入ら。 記事ナンバー2番、11月11日の環境ビジネス。商船三井とジャパンエンジンら、白用水素燃料エンジンの実証運行に合意。引用、商船三井は11月9日。当社と商船三井ドライバルク、ジャパンエンジンコーポレーションの3社が、基本合意したと発表。次のニュースです。 記事ナンバー3番、11月17日の環境ビジネス。複数の再エネを制御し、CO2 フリー水素を製造。IHI らが福岡県内で実証。引用。IHI は11月15日。水電解活用型エネルギーマネジメントシステムを活用して、 実証試験を11月25日から開始すると発表。次の2本の記事は、同じニュースです。記事ナンバー4番、11月18日のカーウォッチ。エネオスと川崎市、水素社会の早期実現に向けた連携協定を締結。引用、エネオスと川崎市は11月17日、川崎臨海部を中心とした。 水素社会の早期実現に向けた相互の連携、協力を促進するため、連携協定の締結を発表。記事ナンバー5番、11月19日の日本経済新聞。川崎市、水素ステーションなど固定資産税ゼロに引用。川崎市は19日。 電動車の普及に向けて水素ステーションと充電設備の設置促進を税制面から支援するため固定資産税を一定期間ゼロにすると発表した次のニュースです記事ナンバー6番11月19日の NHK ニュース中四国初の水素バス運行へ県内で試乗会引用このバスが来月から JR 徳島駅と鳴門市内を結び、運行を始めることになり、19日、試乗会が行われ、事前に申し込んだおよそ30人が参加しました。記事ナンバー7番、11月17日の日本経済新聞。高砂熱学、大型水素製造装置に参入。再エネ余剰電力活用。 引用。10月から開発に着手した大型機種の水素供給能力は毎時100ノルマル立方メートルで、最大1000世帯分の電力消費を賄える計算だ。記事ナンバー8番、11月17日の環境ビジネス。高砂熱学工業、世界初、月面での水素、酸素生成プロジェクトを採択。 経産省、引用、高砂熱学工業は11月15日、世界初、月面での水素、酸素生成プロジェクトが採択されたと発表した。記事ナンバー9番、11月15日の産経ニュース。ディーゼルを水素で走るエコ車両に、JR 東、年度内実証実験。 CO2 脂質,質ゼロへ前進次の2本の記事は同じニュースです。記事ナンバー10番11月17日の PR times 水素菌を用いたバイオジェット燃料製造に関する共同研究契約の締結について CO2 を原料とした SAF 持続可能な航空燃料製造に向けた共同研究を開始 株式会社 CO2 資源化研究所。記事ナンバー11番、11月19日の環境ビジネス。水素菌、デバイオジェット燃料製造、共同研究を開始。太陽石油、引用。太陽石油、は11月17日。CO2 資源化研究所。 イソブタノール製造に関する共同研究契約を締結したと発表した。次のニュースです。記事ナンバー12番、11月16日のワウコリア。カーボンニュートラル達成の必須ダイアン、水素、アンモニア発電、2035年の常用化。韓国、引用。韓国政府は民間企業と手を組み、 水素、アンモニア発電を2035年までに常用化することにした。記事ナンバー13番。11月17日のザコリアエコノミックデイリーグローバルエディション。GS エネルギー。UAE で韓国最大規模、ブルーアンモニア確保。引用。GS エネルギーは16日。 アラブ首長国連邦 UAE の大規模ブルーアンモニア生産プラント事業の共同事業者に最終選定されたと発表。した記事ナンバー14番、11月19日の FBC。フランスエアリキードとイタリアへに、イタリアの水素インフラ構築で協力。引用、エアリキードは4日。 イタリアエネルギー大手のエニとイタリアにおける水素供給インフラ網の整備、拡大で協力すると発表した。次の2本の記事は、同じニュースです。記事ナンバー15番、11月13日のオートスポーツェブ。水素エンジンカローラは半年で出力約20%、トルク約30%向上。 給水素時間は1分50秒に。記事ナンバー16番、11月17日の日本経済新聞。トヨタ水素レース車、パワーはガソリン超え。燃費が課題。次のニュースです。記事ナンバー17番、11月18日のレスポンス .jp。不能が燃料電池プロトタイプに車種を発表。 後続は 300km、2022年欧州発売へ。引用。ルノ能グループは11月16日。フランスリヨンで開幕したソラットランズトレードフェアにおいて。ワールドプレミアした。記事ナンバー18番、11月10日の日本経済新聞。岩谷産業。 水素ステーション建設に環境債100億円。引用。岩谷産業は10日。環境に配慮した事業に資金使途を限る環境債、グリーンボンドを12月に発行すると発表した。調達資金は水素ステーションの建設に充てる。記事ナンバー19番、11月9日の NHK ニュース。メタネーションの実証施設整備。 二酸化炭素と水素でメタン。大阪、引用日立造船は、この技術の開発に取り組んでいて、大阪大正区にある工場に研究や開発の施設を整備して運用を始めました。記事ナンバー20番、11月12日の NHK ニュース。ヤマハ発動機。 川崎重工業などと水素エンジンの共同研究検討へ。記事ナンバー21番、11月10日のマイナビニュース。オリン製課題に使用された水素ガスを提供、エネオスの水素事業戦略。記事ナンバー22番、11月13日のウェブヤングマシン。水素仲間が日本を救う。 トヨタ川崎が実験中の壮大すぎる野望とは記事ナンバー23番週1月10日の産経ニュース脱炭素最前線に川崎重工水素発電のリード役担う覚悟実現へ世界初の専用ガスタービン開発西村元彦執行役員インタビュー 記事ナンバー24番、11月11日の朝日ドットコム。水素エネルギー。もっと身近に感じて。集南で催し紙、引用。水素ワクワク未来白が6日、山口県集南市の JR 徳山駅周辺であった。水素を使って走る車や船が登場。記事ナンバー25番、11月12日のユティテレビ山梨。 子供たちが次世代エネルギー体験。小学生が水素で走る燃料電池バスに試乗。山梨。記事ナンバー26番、11月8日の日本経済新聞。水素資源獲得、世界競争へ。2030年に需要2倍長。記事ナンバー27番、11月12日の福島民友新聞社民友ネット。 水素の活用法探る。いわきバッテリーバレー。26日オンライン講演会。引用。いわきバッテリーバレーフェスタ実行委はフェスタ期間中の26日。地域における水素社会の構築をテーマにした講演会をオンラインで開く。記事ナンバー28番。11月7日の日本経済新聞。 EV も HV も水素も。経産省がこだわる、全方位戦略。記事ナンバー29番、11月11日のザ・ケミカル・デイリー。三井物産プラ。中国で水素ビジネス参入。カジテックと事業化検討。引用。水素ステーションのコアパーツである圧縮機の現地組み立て販売を目指す。 記事ナンバー30番、11月11日の人民網日本語版。水素エネルギーバスを冬季五輪競技エリアに導入。北京市。記事ナンバー31番、11月12日の PR タイムズ。高収入キャッスル港でのグリーン水素アンモニアプロジェクトにおける共同検討、調査の実施について。 記事ナンバー32番11月11日の時事トコム福島復興を初アピール再エネ水素活用 PRCOP26 引用 COP26 の会場で10日2011年の東京電力福島第一原発事故からの福島県の復興状況を発信する日本政府のイベントが開かれた 記事ナンバー33番、11月10日のジェトロ日本貿易振興機構。アントワープ港。COP26 で水素輸送や再生可能燃料利用の促進に向けた取り組みを発表。ベルギー、チリ、カナダ。引用。アントワープ港、セーブルージュ港及びチリのエネルギー省は11月4日、覚書を締結。 記事ナンバー34番、11月18日のウェビックバイクニュース。赤山俊弘コラム、バイクをバイクとして存続させていくには、水素エンジンしかない。記事ナンバー35番、11月11日の日経スタイル。水素利用はここまで来た。未来のエネルギーの現在地、カーボンニュートラル、水素社会入門。 ニュースは以上です。今回お届けしました記事へのリンクは動画の説明欄をご覧ください。最新ニュースへのアクセスと2000年からの過去ニュースの検索はウェブサイト水素チャンネルへ。アドレスは https コロンスラッシュスラッシュ t, t a k a t i 数字の1 ドットネッ t スラッシュ H2。高木一ドットネッ t スラッシュ H2 です。次回は11月27日土曜日の予定です。またお会いしましょう。お相手は新浜メチスでした。バイバイ。